ファンの皆様から質問を募集いたしましたので、はい、ちょっとご回答をお願いします。まず優勝した今の率直な気持ちを教えてください。嬉しい中段からプレーオフまでの時間はどのように過ごしていらっしゃいました？レストランでご飯食べてました結構まったりしてました？結構そうですね、まあ、おしゃべりしてっていう、はい、割とリラックスして、はい、のんびり過ごしてました。プレーオフはこれが5度目での初勝利になりましたが、そのあたりの感想を教えてください。びっくりです。また負けると思ってたんで来、まあ、せずしてウィニングパットが来ましたが、その時の心境を教えてください。意外とスムーズに手動いて本当綺麗に入ってくれたので、あんなに上りのスライス綺麗に打てたことないので、できんじゃんと思って、はい、今大会の一のプレーっていう感じですか？そうですね、なんかやっぱり勝負どころでやっぱり決めなきゃいけないんだなっていうのはやっぱり改めて思いましたね、はい。北海道で一番のグルメを教えてください。私に聞かない方がいいと思います私何でもいいんで強いて言えば、わかんない、何なんだろう、わかんない、ラーメンしか食べないんでわかんないです。私ラーメンはあれですよね。そう、あと何なんですかね、北海道海鮮、海鮮食べれない、うん、じゃあちょっとこれカット北海道らしからぬ暑さが続いていましたが、そのあたりの暑さ対策はどのようにされてましたか？ない、日傘日陰を歩く、なるべくのみ。なんか食事面とかリカバリーとかはどのようにされてますか？気合い、根性論なんで基本気持ちで乗り切ったこの3日間、気持ちしかないっす、はい小樽、はい、カントリークラブの感想を教えてください。本当いつもの小樽カントリーじゃなかったので、まあでもグリーンは止まりやすいとか、やっぱり例年に比べてスコアが出やすいとは言っても、やっぱりティーショットの狙い目どころはやっぱり変わらないので、ティーショットやっぱりフェアウェイ行かないと難しさはあるので、まあ相変わらず難しさはあるなっていう、気の抜けるホールはないなっていうイメージですね、やっぱり、うん。優勝のご褒美は何か考えてらっしゃいますか？特にないですね、なんだろう、ないですね、うん、あんまりないかもしれないです。なんか優勝したから買うとかないですね。どっちかといったら今週買っちゃったので頑張んなきゃと思っていました、はい。ちなみに何を買われたんですか？靴2足買いました、はい。ファンの皆様に一言最後にお願いします。そうですね、こうして会場に来て応援に来てくださった方はやっぱりすごく今週暑かったと思いますし、まあ、今日はすごい雷雨とかもあって結構なんですかね、忙しい1週間でしたけど、やっぱり皆さんいたおかげで、声援があったおかげでやっぱり優勝できたと思いますし、まあ、今回来れなかった方にも、次回お会いできる時にいいプレーを見せられるようにまた頑張りたいと思うので、引き続き応援していただけると嬉しいです、はい。